どうもこんにちは、今回はですねニュージアのターフです。前回の動画でですねハンモックをご紹介したと思うんですけれども、その時にですね一緒にこちらも、ご提供いただきましたタープの 3m×4m のものです。 3m×4m のものと、3m×5m のもの、張った感じとかですねその辺を、比べることができたらいいなと思って、今回はご紹介したいなと思います。じゃあまずは張っていっちゃいましょう。はい、こんな感じで設営してみました。これはなんていう張り方なんだろう。とりあえずですね前と後ろに1本ずつ、そして真ん中に、1本ずつと、残ったところを全部張ってるというような感じです。これねやっぱり内側がシルバーコートみたいなのされてるんですね。なのでやっぱり日陰はすごく涼しいです。タープの下に来るとね体感温度がまるで違うのでちょっと休憩してから次行ってみましょうか。じゃあ今度はですね後ろのポールですね、こっち側じゃなくて向こう側のポールを、ちょっと外してみましょう。とりあえずね2回目の張り方の前傾はこんな感じです。なんかね後ろから見るとこうイカっぽい感じなんですよ。こんな感じで、一応左右対称にやってます。はい、2回目の張り方はですねこんな感じでやってみました。ポールは1本だけで後ろはですね3箇所を止めてます。左右と真ん中それをですね地面に直接刺しているような感じです。この辺とかもねこっち側に持ってきてもいいんですが絶対狭くなっちゃうので、これもまた左右で真ん中ですね左右の真ん中を、ロープで張ってこの前の方は真ん前に向かって、ロープを張ってます。今ですねこのポールの前に座ってるんですが、この後ろですね後ろは、全体図がねこんな感じですけども、ポールの前に椅子を置いてますけどもこんな感じ前も余裕がありますよね。余裕があるしこのポールの後ろですねポールの後ろ側も、コットを置くぐらいのスペースは余裕であります。足が 1,2,3,4,5,6,7 個ぐらい分かりづらいな。これぐらいのスペースがあるので、コットはね余裕で置けるんじゃないかなと思います。いわゆるタープ泊ですよね。タープ泊をしたい場合は、これ左右から見える形にはなりますけども、コットをねハイコットとかにしちゃえば、そんなに外から見えるってこともないでしょうし結構過ごしやすいんじゃないでしょうか。こんだけ余裕があればねいいんじゃないかなと思います。3メートル5メートルは、なるべくですね1人でも、家族でも使えるようにということとパップテント風にするときに、
まあ、できるだけ横が広い方がいいだろうということで、5メートルにしたっていう経緯があるんですけども、まあ、こうやってね完璧にソロ前提とかそういった感じで使うんであれば、そうですね、3メートル ×4 メートルでもかなり快適だと思います。このねポール1本の張り方を何て言うんだろう、なんかねいろんな呼び方があってよくわかんないんですけど、なんかあのイカっぽい形の張り方です。もうねあのかなり暑いです。かなり暑い季節なので、まあテントとかですよね、テントを新しくあの夏用に買ったりしようかなともあの思ったりもしたんですけども、例えばこういう形で、設営ができるんであればインナーテントだけとか蚊帳の形になってるやつとかありますよね、蚊帳だけで売ってるようなやつとかもあるので、そういったものを用意してその中にポットを入れるなりしてやればですね、設営もかなり簡単ですし、だいぶ夜でも涼しく過ごせるんじゃないかなと思います。テントはね買ったら高いですからね、テントを何個も買うよりかはこういった形で、その場その場で張り方を変えたりとかして楽しむ方が僕はねそっちの方が好きかなっていう感じがしますね。でユニジアもそうなんですが、こういうね止めるところがいっぱいついてるタープっていうのはもうあの張り方はね自由自在なので、よくありますよね、なんか何々張りとかあるんですけど、まあ、そういうの見て勉強するのもいいですし、今回僕がやってるみたいにですね、もうなんかそんなん関係ねえぐらいの勢いで、好きな形で張ってしまうっていうことができるのもこういうタープのいいところだと思うんでですね、普通のタープを買うよりかはやっぱりこういうタープを買った方がそうですね自由度が高いから、初心者にこそおすすめできるような気がしますね。なんか絶対その張り方じゃないといけないっていう形はこれにはないので、で自分が、過ごしやすい形が正解っていうのがこういったタープのいいところなんじゃないかなと思います。やっぱこの内側にね銀張ってるから全然ね違うんだと思います。そんなに暑くないですからね、直射日光めちゃめちゃ当たってるんですけどそんなに暑くなってないので、いやいいですね。でやっぱりですね、あのまだ6月ですけどタープの中に入ってる時の温度、それと直射日光当たってる時の温度がもうまるっきり違うので、タープはですね絶対一つは用意しておいた方がいいと思います。ということで今回はですね、ユニジアタープ、3m×4m のご紹介でした。概要欄の方にですねリンクを貼っておきますので、気になる方は見てみてください。それでは。